稚内市大沼球場は、北海道稚内市にある野球場、稚内市東側の丘陵地に位置する。小江戸一区の南側、宗谷ふれあい公園から続く公園エリアに、大沼球場と大沼第二球場が立地している。2020年現在は、株式会社稚内新高校舎が指定管理者となっている。 指定管理者制度導入施設一覧稚内市2009年8月8日、ファーム、試合結果北海道日本ハム VS 読売、日本野球機構、日ハムが最北の球場で解消イースタン公式戦。稚内プレス。 http <ッ>コロンスラッシュスラッシュ w a k k a n a i p r e s s c o m スラッシュ2015スラッシュ08スラッシュ18スラッシュ110122020年2月13日閲覧2015年8月15日ファーム試合結果北海道日本ハム vs 横浜 DNB 日本野球機構は内都市別でイースタンに試合日本ハム 北海道新聞。https://www.hokkaido-np.co.jp、ok、スラッシュアーティクルスラッシュ 387692rct="s 北海道2020年2月14日」、閲覧。ありがとうございます。